38ロングコルト弾は1875年にコルトファイアーアームズ社が開発したアメリカ軍の拳銃弾である。1892年にアメリカ軍に正式採用された。米比戦争で実戦投入されるとモロゾクトの戦闘で威力不足が問題になり、45ACP 弾へ置き換えられていく。この拳銃弾は、 アメリカ人に昇降系弾薬の打撃力に対する不信感を植え付ける原因となった。380ACP 弾が弾頭重量 5.8g で、初速秒速 300m、運動エネルギー 270J であり q x 1 9 m m パラベラム弾が弾頭重量 7.5g で、初速秒速 360m、運動エネルギー 483J を持っているのと、 比べると、三十八ロングコルト弾は、弾頭重量八点一グラムで、初速秒速二百三十五メートル、運動エネルギー二百二十四 j しかなく、光径が小さいからというより、現代の拳銃弾と比べても、明らかに銃弾のエネルギーが小さいのである。ガンパウダーには百三十グレーンの黒色火薬を使用しており、無煙火薬を使用する現代の弾薬に比べると、明らかに、 威力不足である。38ロングコルト弾と 45ACP 弾の比較をそのまま現代の旧 x 1 9 m m パラベラム弾と 45ACP 弾の比較に当てはめることはできない。しかし、科学的な比較ではなく感覚的な問題としてアメリカでは現代でも昇降系弾薬の打撃力は足りないという考えが強い。現代でも カリフォルニアの点、X アミュニション社によって製造されており、オリジナルと同じ黒色火薬を充填したものと、無塩火薬を充填した弾が売られている。ありがとうございます。